ますもんね。まあ筋としては7五歩と突いて激しく攻めるんですけどね、こういう形になった時というのは。でもこうあまり無茶をすると後でそうですね、桂馬とか自はや分はり手に入ると反撃に使えますからね。まあ、ただ7五歩自体はかなり痛そうですけどね、ここで7五歩と突かれる手自体はね。同歩ですと7七歩と叩いてきて、まあ桂成同桂成。で、まあいっぱい歩持ってるんで、そういうのはなかなか受け止める感じにはならないですね。7五歩同歩7七歩同桂、同桂成の時にもうちょっと取り方が、同銀だ同と。銀でまあ7五銀出て6六と7六に歩が打てますよというような攻めになりますよね。結構攻めまあが攻めとしてはもう十続分いでちすゃうんでね。すね。7五歩突いて攻めとしては十分なんだけれども、まあ何か反撃ができる形もあるんですかね。まあちょっとやってみますかね。7五歩と突くのが、まあ、攻めの形で、同歩で7七歩、まあ同桂成で、まあ歩をいっぱい持ってるんだよね。これでまあ銀が出て、まあ6銀が五出もあるんて、ですけど、まあこことここ両方歩が打てるという形は攻めとしても受けきれないですね。もう続いちゃってますね、攻めがね。とたなだるまと、あこういう時に、まあ、角を出て何か反撃をするようなことは考えられますよね。7まあ五歩。で取り込んだら何かこの金まで狙いがつくので、まあなん同か金最と取った後、りして、この角の睨みで、まあ8五歩と打てもあるんですけど、これ変な場所ですか。ここ逃げといてどうですかね。またこういうまあのをこれを仕うま立て、く取り7に行く五の同じがく歩。一瞬でも。で、本譜は7五歩つきまして、同歩と。で、同歩と上手。取りま7した七歩。ね。で、7七歩と打っ下て、手。パタパタ7と九進んで金。ます7ね。九金。7九銀と。まあこういう受けがあるのもやはり角落ちだからって、角ギリ落ちギリののきつさ手をですよね。感じる時ですよね。こういう形になったらもう半分潰れてるんですけれども、角がいないっていうことで攻撃力がないのがね、こういうので。これであとは攻められるんですかってそうですね。まあ た言っだてるわこけのでますまのね。形でどうするんで、ただ歩が入ったことが攻めとして、上5手五歩5と五歩。今度はこう上手がどんどん傘にビかシかっビシていと。く感じですね。まあ同歩なら同銀ってもうやっちゃうんですね、きっと同ね。金。7七歩が残ってますから、刺さってますから。何かこう7八に攻めと銀してやはもう打ちかな込んりので。迫力ですね。ほう。下手2六飛車。ちょっとでも面白いですけど、この辺は考え方を切り替えて、上手に攻めさせて少し反撃しようという。まあ5六歩、まあ2六飛車と浮いた手は5六歩を銀で取るということですかね。まあそれで銀を使うという、まあ3同飛車もありますけどね。飛車を浮かないと5まあ六5六同銀銀の時に33六六歩歩とかとは桂歩け頭をる狙と思われう。てしまうということですね。この受けはすごくいい受けですよね、2六飛車は。そうですね。上手を恐れてないって気がしますね、これね。3六歩とか2六飛車とか強い受け方だと思いますね。しかし7七歩を7九金という形で受そうですけね、るってかいなうのはり、かなりの強い方じゃないと指しこなせないですね、これは。やっぱり矢倉、僕も最初指したアマチュアの頃分かんない、7七歩なんて引いても取っても大丈夫じゃないかと思ったんですけど、こういうのが痛いっていうのが分かるようになると、矢倉のやはり戦いが
やはりこういう駒が残るとね、最後やっぱり寄せられちゃうんですよね、7七歩とか残るとね。まあ、上手がかなりだからポイントは稼いでますね、この、はい、ここに至る手順の中で、うん、ただ何回も言うようですけど角が少ないという分決め手がここであるかどうかという、はい、うん、まあ結構ね、あとね、いい調子で駒ぶつけていくと自分の玉がかなり薄くなってるってことありますんで、はい、これそうですね、4四の銀とかをね、なんか出ていくとどんどん交換してしまうと、後でカウンターパンチになってる場合があるんで、はい、やっぱり終盤この4三あたりにこう歩を打たれる手とか悩ましいですよね。同金で取ると5二銀とかそういう手がありますし、まあ、要するに歩が利くとね、そういう、まあ、3四とね4四の駒がねなくなってくるとかなりはい、いろんな攻め筋出てくるんでね、まあ上手もそこら辺が生命線っていうか、うん、3四の銀と4四の金はなるべくどちらかを残しながら戦うっていうことになっていくと思うんですけどね、はい、この局面しかし難しいですね。取り込みから5六歩、まあ手の流れから言うと5六歩の取り込みから入るんですけど、はい、同飛車ですかね、もしかしたらね、同飛車でかね、同飛車でまたその飛車を、まあ取り込んだからちょっと次の手も見てみたいですね、はい、そうですね、5六歩、5六歩と、はい、同銀でもこの4七にいた銀がこう使えるので、まあだと同銀は5七歩というような手も来るから、ああでも銀で銀で取りましたか、ね、5六同じく銀、はい、まあ、まあ銀、まあ気になってた銀なんでね、これを使おうっていう、ことですね、流れとしては銀を使いたくなってしまうんですけど、5七歩っていう手がちょっと気になりますよね、5七歩、上手、うう5七歩、ここで5九歩と受けるようじゃ面白くない、とだいぶ利かされになっちゃうんでしょう、角がね利かなくなるから、もしかしたら5九歩に3六歩と、はい、下手豪飛車をいじめに来る可能性が、はい、うん、はい、あここで3六歩、同飛車に3五銀と、銀、まあただそういうのを待っている意味はですけどね、下手もね、あそういう瞬間に4五銀とかなんかそういう、ね、いろいろ技を聞かせて、ね、次に6二歩みたいな手を打つだけでも景色変わるかもしれないですね。 あ、はい、あと3六歩、はい、まあ、上手3六歩、うん、6二歩でね、飛車が逃げると6五銀と桂馬取れますし、あそうですね、同飛車はなんかいろんな傷ができるから、5四桂を打てる傷とかでき、5一銀打てる傷とかできるんでね、まあ6二、うん、まあ、これもちょっと同飛車の時に3五金ですかね、あ、はい、やっぱりこう銀、3五銀だと1六飛車逃げた後4五銀っていう調子が出てくるので、はい、そうですね、本局最大の勝負どころという気がしますけどね、うん、これがね、はい、まあ、ただ上手は5七歩とかそつなく利かしてますからね、はい、歩がうまく使えてるのは上手の方で、やはり戦いがうまくいっている、あ6二歩ね、やっぱ強いですね、うん、しかもこう、まあ、セルゲイさん刺した後にこうチラリチラリとこう、大野氏さんこう見るんですね、あそうなんですか、ではちょっとどうですかっていう感じで、これでもね、6五の銀が抜けるとまた7七歩を角で取って角が生き返ってきますから、はい、うん、
まあ普通はこういう歩は逃げたいんですけどね、うん、難しくところ難しくですねここはね。でも逃げると6五取られてしまいますね。まあまあ抜けてまたっていうことがあるんで取りましたね。これは結構悩ましい手でしたよ、はい、上手6人同じく飛車、うん、どのタイミングかも難しかったけどな、ね、6二歩はね、まあ、ここでも3六飛車と一回取りたい気もするんですけどね。3六飛車で単合銀か3五金かを見て、はい、また戦い方を選べば、玉はねやっぱりまだ下手の方が硬そうですかね、はい、玉の硬さはね、そうですね、かなり上手としてはうまく指してて理想的なんですけど、はい、これでもまだ難しいっていうところは上手の強さですね。やっぱりこう金銀がこうバラバラなので、そうですね、やっぱりうまくやらないと分解しまいますんでね。2筋の突き捨てを入れた上手2、同じくというのは何を考えて。2筋は難しいところですね。まあやっぱりあやをつけてるんですよね、いろいろね。まあ、7七歩とか5七歩とかいろいろ歩を使ってるんですけど、歩をいっぱい持ってるっていうのはいい流れだと思いますね。これはね、上手にとってはね、下手の方がやっぱりちょっと歩が少ないっていうのはね、はい、多彩な攻めができませんのでね、どうしても単純なやり方をするしかなくなっちゃうんで、まあ特に5筋ね、受けちゃってるんで5筋に歩が効かないとかね、そういうので、これはどのように組み合わせたらいいんでしょうか。もう4五銀とかをもしかしたら考えてるんですかね。4五銀で2筋突き捨てた意味は、ただ4五銀は同銀同桂同金とかで呼び込んだ時に、はい、結構自玉の方にも影響しますのでね、自玉も薄くなってるんでね。5六銀の銀と4 6七の金が今くっついてる状態だと割と攻め方難しいんですけれども、はい、6七の金だけになってしまうとその金を攻められるとすぐに必死とかそういう姿になりそうなので。まあ、4五銀と出たい形ではあるんですけど、ちょっとそれではまだ、はい、不安です、ね、え、しかし今ね桂取りになってるので、ここか、そうですね、何か動かなければ、うん、3六飛車で3五金の後ね何かを考えたいと思うんですけど、はい、ただちょっとさすがに同飛車とかは無理ですよね。さすがに同飛車同銀4五銀とか、まあそういうことで、まあ普通はそれが一番普通の攻めだと思うんですけれど、3六飛車3五金が同金同飛車、同飛車同銀で4五銀みたいな手が普通の、やはりちょっとね、自分のまあ、ちょっとやってみましょうかね、はい、まあ同飛車と取りたいんですけど、はい、まあこれで3五銀と出ると逃げといて3六歩に
銀が出てどうかと、はい、うん、まあとにかくこれ薄くなってるんでね、これで優勢と言い切れる局面ではないですけれどもね、はい、でまあ、もう一つは3五金と出た時に、同飛車か、同飛車で同銀で4五銀、はい、かなりあの本格的な攻め方ですねこれね、うん、結構下には強いですねこの構えね、で、あ、そのためにちょっと2四を入れといたのかなっていう、まあ、これで銀を出て、まあ、4三歩打ったり、2三金で落としたりしていけば、まあいい時に七五も取れるし、うん、ということは、まあただこの局面がまだそれほど厳しくないんで でね、また何角がやっぱりね使えてないので何か受けるんですかね、はい、まあでもまあ受け方も結構難しいんじゃないですか、3三歩は4四歩とかね7七桂馬あということで7七桂としましたね、7七桂ですか、はい、7七桂とこちらを組み合わせ、なるほど、これも勝負手ですか、はい、5四桂が、なるほどね、はい、打てるから、うん、大野七段持ち時間を使い切りましたので、お、いいところで、あ、お互い秒未満でお願いします、お互いにこれは7七歩はちょっとでもまあ一回引かされてからここのタイミングで取るっていうのはなかなかね、あの勝負巧者ですねこれはね、うん、5四桂打たれる形もやっぱりやらせたくないから、20秒1 2 3 4 5 6、上手7七、同じく桂成、ちょっと力を出してきたって感じになります、はい、下手7七、同じく角、10秒、何が急所ですかねこれね、うん、6五歩とも打ちたいし、20秒、まあ、5四桂を防ぐ、まあ、自分から打っても、上手8五桂馬、コルチツキーさん持ち時間を使い切りましたので、お互いね同じくらいに時間が切れましたね、お願いします、あ、8号桂も実践的ですけど、うん、10秒、これから1手30秒ですからね、これ5四桂と打ってどうなんですかね、どっちがいいんですかね、うん、20秒1 2 3 4 5、あ、打ちましたね、下手5四桂馬、なんかぐんぐん指し手が伸びてるなんか感じがしますね、この辺ね、勢いを感じますね、10秒、7七桂成と取りたいような取りたくないようなね、うん、これね、あの桂馬を角は取りたいんですけれども、桂馬を渡すとまた20秒、他いろいろ来ますのでね、3 4 5 6 7、上手7七桂成、なるほど、でも10秒、下手7七、同じ6五歩はすごい勝負手でしたね、だこうなってみると ね、なんか全部の駒がこう使えてきた感じですね、まあね、10秒、いや大野七段はちょっとそうですね、困りますね、20秒1 2 3 4 5 6 7 8、上手6一飛車、
10秒。金を取った後にどうするかっていうことですね。金を取った後にをどうするかを決めとかないと。はい、そうですね。まあ、20秒、1、2、まあ、3、金は取らないと逃げられてしまいますから、これは取り損ねてはいけませんけど。下手、4二桂成。まあ、同玉に4五銀とかぶつけるのが、あ、はい、あ、もう行くんですね、どん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 。あ、そのためにこう2筋も突き捨てが入ってるので、まあただ同銀同桂の瞬間がまたちょっと甘いから、ただまあそうなるんじゃないかと思うんですけど、もっと厳しい手ありますからね。そうですね。10秒。なんか歩があるんですけど、なんか下手にこう叩かない方がいいんでしょうね、いろんなところこう。あ、6二歩も難しいところだなと。この歩は取ってくれませんね、でも、まあ、逃げられた時の損とか5筋もありますよね、強くやるなら。これもでも難しいですね、どこ行っていいかは。秒読みだと運の世界ですよね。3、5筋上手、5一飛車。まあ、5筋は攻めにはいいんですけれども、何かね、10秒、玉と飛車を一遍に攻められるという可能性があるんで。あ、行きましたね。下手4五銀。まあ、かなりでもやっぱりこの4七の銀がこういう形で使えたっていうのは、力量は示してますね。あの局面から使えないと思っていたこの銀がここまで使えるとは。上手4五同じく銀。まあ、同銀同桂の瞬間ですね、だけどね、上手はね。10秒。でもどっちが勝ってるかも実際ものすごく印象。ただ5筋に歩が利かないのがちょっと下手にはきついですね。5筋に歩が利けばまたもっともっといろんなことがあるんですけどね。ここで手番渡しているので、どこに7六歩とか、まあ、とりあえず叩いてみたいですけどね、そこをね、はい、何かこう角のラインができそうですもんね。4四角か2、3、7六にでも4四歩とか、こっちも渾身の勝負手を。あ、桂馬で。桂馬ですか。上手8五桂馬。面白い将棋になりましたね、これは。いい将棋。4四歩は打ってみたいですけどね、これ一回、はい、同金に2四飛車のような。それは ね、まあ結構迫力出てきてますけどね。まあただそれもまた五五角みたいな、あ、これもまた際どいタイミングで、難しい、飛車の場所を。これ難しい手ですね。どうしようと。20秒。1、2、3。上手5号車。取るのでは利かされと見て。そうですね。10秒。得のなる、得のする手を。上手も4四歩だな、とにかく。4四歩打ってほしいですね、とにかく。あ、そうですか、4四歩っていうのが、この局面で。10秒。1、2、3。桂馬。下手4六桂馬。まあこれもセオリーですけどね、あの玉のそばの金を攻めるというので、はい、まあでも気がついたらやはりあの上手玉はものすごく薄いですよね、はい、玉一枚で。20秒。1、2、3。全部の駒を抑え込んでっているような形にも見えたのに、こんなになってしまうんですね、やっぱり。8、9、5金、はい、上手4五金、ね、
10秒。ここで2四飛車と2四飛車がどれくらいパワフルかという。そうですね。まあ2四飛車手抜いて桂なってまた桂を打つような手で、それが、うん、あの分かんないですね。僕も分かんないと言ってしまいますね。まあ、はい、まあでも桂馬を渡すと5四桂打ちという攻めもあるから分からないですね。5四桂と打って結構玉の逃げ場所が広くなるんですね。いや5四桂と打つとどこに逃げていいかちょっと分かんないですよね。なんか3、4、5、まあだから桂馬渡すとそういう手が来るんで、上手7七桂成、下手7七同じく金。どうなんですかね。いや解説が追いつかないくらい難しい終盤に、うん、10秒。5四桂はかなり痛そうにも見えますね。5四桂で5三玉から逃げ出して助かるか、はい、20秒1、2、3、4、5。まあただこれで勝負ですね。上手8五桂は、はい、5四、5四桂打つ、5三玉、2三飛車成り1回入れて、あもう難しい手ですね。2三飛車成り、あでも4三歩ですか。4三歩で20秒1、2、3、4、5、金からだと逃げられちゃう。5四桂打つ、でもかなり5四桂馬打ち、うん、逃げ道があとは10秒。まっすぐ危ない。20秒1、2、3。推移を見守りたいと言っちゃったけど、はい、結構危ないですね。でもね、そうですね、やっぱり5、3しかないですね。上手5、3、玉、うん、5、2、金打つような手もかなり危ないと思うんですけどね。10秒、ね、5二金で同玉で2二飛車成りみたいな形は詰みじゃないですか、うん、はい、なんか桂馬が妙に効いてるんで。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ銀ですか、まあ、ここはねちょっと秒読まれて、ね、ここの秒読みはそうですね、うん、5、まあでもこれもかなり難しいですか。これ飛車を成った時に合駒が必要だとかそういうこともあるんですか。合駒がもらえちゃうとか、はい、20秒、2、3、飛車成りの時に合駒がもらえちゃうとか、そういうことが、はい、こっちですよね、6、3ですよね、4、3も2、3、飛車成り、これ飛車成った時に合駒が歩が効かないのが、歩が効かないですね。10秒。ハラハラしますね。20秒1、2、下手2、3、飛車成り、10秒。うん、どうやらどうですか、詰みじゃないですかね。20秒1、2、3。銀しかないですね。銀上手3、3、銀、ね、10秒。うん、